はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はマブリスナップやっていこうと思います。ということで、ね、行きましょう。さあ来い。相手が見つからないね、なかなか。たまにね、ちょっとマッチ長い時あるんですが、まあ見つかりましたね。オッケー、やっていきましょう。まずは最初のロケーション、ウエストビュー。単4に新しいロケーションに変更。1コスいないので、ここは、終了ですね。さあ、ロケーション2つ見てから動き出すぞと、言った時に、おっと、相手も、このままですね。ウォリアーズホール中央。さあ、プルマン、クレイブン。右クレイ、左クレイブンにしとこうか。ちょっとね、右に出すのも、中央に出すのも気が引ける。あ、アンジェラか。真ん中出してたら壊せてたな。霊中儀は嫌だね。霊中儀は嫌だね。まあ一応でも、あー、そうか。サブテラじゃなくてレチュギーやか。出すと岩なんだね。これも嫌だな。そうですか。いやー、でもこれ、ちょっと岩も恐れぬ。プルマン出していくか。ちょっとね、岩引くとほんと嫌なんだけど、岩引くとほんと嫌なんだけど、行きましょう。お、ウエストビューネクサス、マジか。オッケー、岩引かなかった。岩引かなかったのでかい。ね、スナップ来ましたね。バルチャーストレンジで吸いたいんだよな。ちょっと微妙だな、それを考えると。バルチャー引けてないんだよな。いや、あー、でもアンジェラ育つ前に壊すはありな気がするしな。どうしようかな。ちょっとね、でもレチュギーア書き換えるつもりだったらさっき書き換えた方が良かった。それは失敗。さあ、おーおー、そうなるのか。ムーンガールでコレクターの強さが一気に上がる。レチュギは書き換える。シニスターロンドになった。なんと、シニスターロンドになった。そうだね。これね、ヘイムダル引けてたらね、ネクサスから動かしちゃうんだけど、どうしようかな。一旦こうしようか。あ、で、そうか、ウォーリアーズホールに移動してもしょうがないのか。これゴブリン飛ばすのが一番いい気がする。ゴブリン飛ばして、クレイブンのとこに、じゃねえや、そうか。あれか。クロークのとこにしか動かせないのか。あ、でも次壊れんのナイトクローラーでしょ。だからこうしておこうか。これでいこう。さあ、お、相手は1枚ずつ。ミスティークとロック、謎動き。さあ、シニスターロンドンで増やして、オッケー、マイナス8マイナス8でかい。あ、でもそこはダメだ。はぁ、不発、痛いね。あ、しかもこれが最後か。ヘイムダル引けなかったから、ここはストレンジです。うわー、ストレンジで吸えるのがクロークじゃん。失敗した。でもこれはね、しょうがない。ネクサスの火力を
とにかく上げて、あ、違う、危ねえ、クロック吸えねえよ、これじゃ。ネクサスの火力いっぱいまで上げるならここまでかな。で、ウォーリアーズフォールに出しても壊されるだけなんで、シニスターロンドンに出さざるを得ぬ。あ、ちょっと待って。フィストから出しちゃダメだ。クローラー先、クローラー先、フィスト後。これが一番頑張ってる気がするんだけど、それでもちょっと心細いね。ん？違うな、ちょっと待って。ストレンジですって、違う、フィストで真ん中にモラレスだ。これで、一番ネクサスの火力が出る。オッケー、これでいこう。さあ、ストレンジで、クローク吸う。で、クレイブン育つ。で、次にアイアンフィスト出る。からの、あー、しまった！何を！フィストそこに出るんじゃないよ！バカー！それちょっと予想してない。やられてない。勝つか？あれ？ちょっと待って。怪しい。怪しい。大丈夫？危な！おお。なんかちょっと予測が全然できなかったね、これは。ネクサス1点差か。はい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 。なるほどね。まあまあまあ、ホグゴブリンがね、ちょっとウォーリアーズホールで破壊されちゃうっていうところを予期できてなかったからね。思ったほどの効果が出せなかったけど、まあ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 、なんとか勝てたね。あれだったら素直にね、ネクサスをもうちょっと強くするような動きを5ターン目からしておいた方が良かったかもしれないとか、そういう感じかな。はい、次行ってみましょうと思ったけど、まだ受け取れるものがあった。これも受け取れる。そうなると、シーズンパスも受け取れるかと思ったが、そこはなかったね。じゃあ次行きましょう。さあ来い。ちょっと今回マッチに時間かかってる。相手がなかなか見つからない。見つかる。行きましょう。ネクロ社1ターン目は動かず、次プルマンかクローク、とりあえずプルマンかなみたいなとこですね。オズコプターは3ターン終了時このロケーションのカードのサイドを交換する。ちょっと出せないね。オズコープ書き換えちゃってもいいか。でもね、3ターン目まで過ぎれば問題ないので、ちょっとここに出すの気が引けるけど、スペースゾーンとかじゃない限りは別にそんなに悪くもならないはず。スペースゾーンだった時は積む。あ、クローク。え、なぜオズコープに。まあまあまあ、いいけど。あ、ビッグハウスね。はい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 。移動はでも釣られてやったりはしないぞと言ったところですね。さあどうしようかな。ネクロー社書き換えるか。ネクロー社書き換え、オズコープに移動はしない。交換されちゃうからね。お、相手ストレンジで逃がしてくる。なるほど。はー、そういうことなんだ。底火矢。あー、モラレス。相手はプルマンがやられる。なるほどね。モラレス1コストになってたのにな、もったいなかったな。でもちょうどいいところにバスター引いてきたね。これはプルバス準備ですね。相手はクレイブンナイトクローラー。それはなんか同じとこに出さない方がいいんじゃないのって気がするけど、まあ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 、相手のことだからね。さあ5ターン目。これね、真ん中ホブゴブリンなのかな。クレイ、あー、でもそっか、クロークもありだな。クロークの方が7点を増やせるって思うと最終的には出るか。
ちょっと相手のクレイブンが嫌だけどね。こうしておきましょう。で、最後にプルマンをクロークのとこに出してからヘイムダルで引っ張るっていう動きをしましょうか。さあ相手は、フォージとオコエ。オコエでデッキ内のカードを強化していく。ただ引けるのは最後のワンドローのみ。さあプルマンをオズコープにずらして、どうしようかな。プルマンオズコープにずらし、ヘイムダルを真ん中でいい気がするんだが、こうしよう。行きましょう。11点が動いていくから、お、相手真ん中に集めてきたね。プルマン増える。あ、でもそうか、クレイブン強くなる分があるとちょっと怪しいか。プルマン増える、プルマン増える。ちょっと待って、相手のクレイブンの強さが思った以上に上がってる。さあこれどうだ。右が拾えてるのはでかい、右が拾えてるのはでかい。中央も勝ってるね、これなら。オッケー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 。そうね、それは、危ねえ。意外とね、左と中央逆だったらいい勝負ぐらいの感じになってますね。まあ、ただ、プルマン増えたのがでかかったかな、というとこですね。オッケーオッケー。お、そしてドクターストレンジも、次のね、分のブースター、揃ってますね。まあ、ただとりあえず、ブースター揃ってるやつよりは先に、あ、そうか、ここ購入済みになっちゃうのか、扱いとしては。なるほどね。アントマン、まあでもアントマンあげますか。はい、シャイニーロゴ。オーケーオーケー、よし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 。さあこれで、何らかのブースターをまたゲット。アイアンマンね、なるほどね。と、さて、528コレクターズトレジャーでね、もしかしたらカードが手に入る可能性もあるぞと思った時に、あと2点ぐらいだったらあげれないかな。バルチャーあげるほどはクレジットがないんだよね。こっちのモラレス育てますか。 3D OK。 これで、コレクターとトレジャー開けますね。お、ジャガーノート、コスト3パワー3、公開時このターン相手がこのロケーションにカードをプレイした場合、そのカードをランダムなロケーションへ移動させる。なるほどね。と、ほー、まあ、これもなんか使い道はありそうだね。とりあえず今のところはね、どう使ったものかという感じでね。持つだけ持っておきますが。はい、ということで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。